どうぞ。新東人テレビと申します。ちょっとお聞きしづらい問題ですけど、中国語の方では石原さんの四男が事故で亡くなりましたという記事は結構広く伝わってるんですけど、それは多分それ真実と、あと多分捏造の新聞のニュースじゃないかなと思いました。今までずっと中国語のマスコミはこの捏造のまあ、今までやってきたんですけど、こういうやり方で国民の感情を煽ってて憎しませたりとか、はあ、コントロールするんです。うちの4番目の息子は死んだの。そうですね。それは先月9月3日の和歌山県で登山途中で事故で亡くなりまして、それ石原さんと長男が一緒に現地に行きましたというニュースが。なんか小説じゃないかそれ。それで石原氏になるのは結構だね。浅はかな人間たちだね。私と何長男と四男が一緒に登山して、四男は一人は登山して、あ、そう。その事故あと病院の途中に運んだ途中に亡くなりまして、それで何のためにそんな行動なの。石原氏かね、面白いね。浅はかな奴らだね、シナジンってな。もういいよそんな話、どうでも。事実はないんだから、ピンピンして生きてますよ。それで向こうの最初のってところちょっとわからないですけど、それ探ってみたらその途中から失礼ですけど、日本の共同通信のニュースで言ってまして、でも共同通信はそういうニュースないではっきり答えてまして、でも中国国内ではみんなわからないから、国民でこのニュースは広く伝わって、あ、拍手喝采してるわけ。やっぱりこういう感情を煽ってるから天罰とかって。あ、天罰当たんなきゃいけどね。日本の天の神様守ってくれるでしょう。私は、私の家族も、はい、そう信じております。